地は三重県松阪市辻原の国道166号辻原交差点付近の松阪市飯南町飯高町方面なのだ。三重県道745号畑野飯高線は昭和42年3月31日に指定され昭和52年3月15日に供用が開始された。三重県滝郡滝町畑野の県道704号朝柄岡田野線との畑野交差点を起点とし三重県松阪市飯高町宮前の国道166号との交差点で終着する。総延長距離が 19.262km 常用延長が 612m ある一般県道なのだ。走行難易度はレベル10の制覇困難な路線で2カ所の車両通行不可な箇所があり滝郡滝町では経路把握困難で乗用車での通行がかなり困難な道幅の区間が多数あり終点まで櫛田川沿いを走行するので転落に警戒が必要なかなり険しい路線なのだ。雲南県道の一つで滝郡滝町畑瀬付近で1カ所目の車両通行不可の橋が現れ松阪市飯南町かゆみ付近で2カ所目の車両通行不可の道が整備されていない区間が現れるのだ。徒歩では行くことができるけど櫛田川沿いの険しい道なのでおすすめはしないのだ。道幅が 1.5 メートルしかない。かなり狭い区間が多いため普通乗用車や大型車での通行はやめた方がいいのだ。起点から畑瀬の集落まではまだ難易度の低めな路線なのだけど畑瀬集落内は経路困難で難易度の高い道幅の狭い区間を通る経路をたどり Google マップや国土地理院三重県の道路管轄地図上と3つの全てで経路が違うというわけがわからないのだ。今回は三重県の建設事務所が管理する道路管轄地図をもとに走行しているのだ。畑瀬集落を抜けると水路が片側にあり道幅 1.5 メートル程度しかないかなり強路な区間が続くのだ。離峰は当然不可能なので対向車が来ると二輪でも絶望するのだ。途中に車両の通行不可な橋があるので二輪でも通行できないので徒歩で行くしかないのだ。車両通行不可な橋は県道区間なだけで車での通行は迂回路が用意されているので安心するのだ。松阪市飯南町に入ると車両では完全に通行不可な区間が現れるのだ。近畿自然歩道という名称がついてるようで徒歩では通行可能なようなのだけど反対側へ渡るには国道166号と国道368号を経由しないとダメなのだ。雲南区間から開始してすぐ山沿いと櫛田川の合間を走行する路線となり落石や堆積物動物や対向車に注意しながら道幅の狭い区間を走行しないといけないのだ。いくつかの集落を抜け道の駅飯高より手前にある国道166号との交差点で終着するのだ。以上三重県道745号の概要だったのだ。音の収録ミスをしたので一部の区間で音声はないのだ。ごめんなのだ。
ったのだ。
三重県滝郡滝町から三重県松阪市飯南町に入ったのだ。ここから先は車両通行が不可なので迂回するのだ。ここから先は2023年9月23日の土曜日に走行したビデオになるのだ。音声収録に失敗していたので、ここからは音楽を流すのだ。
三重県松阪市飯南町から三重県松阪市日高町に入ったのだ。次の国道166号との交差点で三重県道745号は終着、終点なのだ。長旅お疲れ様でしたのだ。